さて両チームの選手がピッチへと入場してきました。まあ、現状声が出せないという状況ではありますが、そして非常に寒いという環境の中で、まあ、ミッドの並び今の立ち位置見てると3バックのようには見えます。今ファーストハーフのキックオフがされました。河合から池田蓮、後ろからの沼田を使って、沼田のクロス小泉の前、ロカボリフェイスクリア、セカンド片間幸輝のセカンドボール、ヘッドキーパーよく触りました。最後は松井健也伸びしました、はい、やっぱり沼田がクロス上げるシーンができるとチャンスになりますし、これちょっとディフレクションあってボールがね、あれにこれにドリブルが入ってくると、はい、かなり違ってくると思うんですね。左の高い位置から上がりはありますが、落としてピットブルーでした。平野からですよね、ちょっと浮き球で、まあ、奥田を目だけ田中、すでにディフェンスは戻っています。風間光也、風間光輝、ワンタッチでつないで池田蓮、クロス逆サイド沼田、彼は結構ヘディング得意です、沼田圭吾。まあ、両方チームともあのやっぱり飲水ですし、はい、守備のところ強化しましたね。風間光也中に入れた、そして河合だ、打てるシュート来た、先制し琉球、河合シュートが決めました。これ、まあ、高い位置からボールを奪ってですよね、あの風間がボールを奪って、まあ、中見ながらドリブルしたんですけど、まあ、フリーな河合をね、めがけて、まあ、クロス、そこからの得点ですよね。はい、ちょっとやっぱりこれ飲水のところで、はい、多分あの両チームそうだと思うんですけど、やっぱ守備の強化というところで前から行くようにということが多分指示あったと思うんですね。明らかにちょっと変わってきましたし、はい、この点を取った後もそうですし、はい、まあ、唯一その飲水タイムの前ぐらいのところまではちょっと緩かったですけど、はい、池田のシュート、うん、来た、2点目が入りました。遠目から狙ってきました池田蓮、今シーズンの4ゴール目。まあ、風間からの縦パスを受けて、まあ、ちょっとだけ右にボールを運んで前線にパワーを入れている水戸ですが、鈴木義武、こういうところもやっぱり行きますよね、はい、前から瞳がきちんと追っている森のシュート、田口しっかり抑えました。監督にとっては J2 さん150勝目、メモリアルな。そして結局ここで試合終了、最後まで90分間守備の足が止まりませんでした。今日は穴を作らなかった FC 琉球。